今からね、もうとっておきの温泉、これがまたいいとこなのよ、本当に。これは何で知ったんですか？どうやって知ったんですか？知ったきっかけ？ヒロヒロから聞いたのこれ、これ、かもしれない。ワンフォに続き、そうやったっけ、俺それはもう本当に忘れてた、あ、ここもヒロから聞いたんだっけ。多分そうだったと思います。あ、いや俺 それ温泉ほらよく行ってたじゃないですか。ああそうね、ここ行ったことありますかみたいな感じで、まあでもちょっと高級ですけどって言って。いやだからヒロと俺が温泉好きじゃなかった場合、こんなに親しくなってないかもしれないもんね。あ、いや、まあ、それは間違いないです。西大分のさ、天界の湯に行ったり、お猿の湯に行ったりとかさ、あの温泉に行きましょうってことはきっかけだったから、一個いろいろ回って、ここ今から来たところヒロに聞いたんだっけ。いやいや、そう。でもほら、やっぱり普通の温泉より300円、2、300円高いので、まあ、そうね。そうそうそう、だからその気軽に僕はちょっとあんま行けないんですよ。まあ、しょっちゅうではないけど、でもここはね、中学生以上とかに限ってんだよね、子供がわーっとかなってないから。すごい高いわけじゃないけど、大分の温泉がね、まあ、安いところは100円から300円、400円ぐらいなんですけど、ここ700円とかぐらいですよね、800円ぐらいですよね、だからなかなかね、いけないんですけど。だけどやっぱりそれほどの価値のあるお湯だったり雰囲気だったり。米泉家、吉野湯米泉家でございます。こっちがフグ屋さんなんですよね。フグ屋までまだ行けないな。はい、フグ屋さんに僕のこのおかみさんお知り合いなんでですけど、まあ、今日は言ってませんけど、じゃあここに今日は撮影していいかどうか分かりませんけど、いや撮影はそもそも公衆浴場で抽選で、そうですね、写真撮るのすら NG だからね、もしお客さんがいなかったらお湯の色ぐらい撮りたいなっていうところかな。じゃあ行ってみましょう。はい、ね、まあまあ確かにね、大分県の中では少ないんだけどね。行く、ああまあ行けじゃん。ゆっ、どうしよう、ちょっと置いて、ああこれ埋線区まで広く紹介しようと思う。そうなんですよ。近いから、でも動く時。もともとそのオーナーさんが持ってる空き家を僕お借りしてあのリフォームしたんだけど。埋線家、さあどんなお湯かと言いますと、必ずね温泉施設にはこういうふうに温泉成分表、温泉分析表みたいなのがあるんですけども、性質がアルカリ性単純温泉、pH 8.7、このようにぐわーっと成分表があります。あ、メタ計算が豊富だなとか、こういう具合を見て温泉入るんですね。まあ本当に大分市の温泉いいんで、ちょっと中に入ってみましょうよ。まずこの埋泉館がね、この綺麗、温泉施設として綺麗なのよね。でこの洗面所とかこれ陶器、またなんかこういうのがまたこうなんかこう、あ、さすがにこう少しお金はちょっと高いかもしれないけど、アメニティグッズもしっかりしてるよみたいな、こういうこの綺麗さと充実度、こんな感じがやっぱね、さすが前線かというところ。そして、あ、靴下のところ、この、あ、大浴場、これこれ今のちょっとトランプな靴下のところな、よいしょ、
このね、まずこの景色見てみようかな。これ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 、この眺めの良さ、もう露天風呂みたいなもんよ。ああ携帯がかぶるな、こんな感じか。こういうことよね。このまあ遥か向こうに別府湾、高崎山、そして鶴岳、鶴見岳と、こういう景色を見ながら、もう露天風呂のような雰囲気で入るのがこのお湯でございますよ。これ茶色い感じわかりますか？茶色い感じ、この湯気、この湯気、そしてね、この色、あ、わからんな、わかるかな、この茶色感わかりますかね。大分市の温泉はこの茶色の色なんですよ。とろみたっぷりでね、正確にはですね、ああちょっと茶色って、こっちから見たらわかりやすいですよね。ああ、まあでも茶色感ね、茶色感。これ、まあ、正確にはね、大分市の耐震と地熱温泉ですよね。地下深いところから特殊性のお湯で、非常に成分たっぷり、お肌にめちゃくちゃいいの。湯布院別府にも負けないと思ってます、大分市のこの温泉。実は私温泉ソムリエなんですけど、温泉ソムリエの僕も全国回って、実は大分の大分市の温泉一番いいんじゃないかぐらい思ってます。そして大分県ですから、はい、源泉かけ流し、湯元の温度は52度、つまりかけ流しですから、お湯に対して水も出してません、循環でもありません。今沸いたばかりのお湯たちがかけ流しです。この通り新鮮なお湯がたっぷりでございます。今からゆっくり食べたいと思います。ああ。いいお風呂でしたね。よかったね、やっぱいい。いいものっていいと思ってくるけど、やっぱいいよね。やっぱりあの人も想像しくないな、ここ。静かですよね。静か、あゆっくり入れるけどな。いや嬉しい、一発目の温泉紹介がね、マイセンカーっていうのはもう本当に通ってて本当に好きだったから、ただねちょっと昨日から教えてもらったシリーズが多すぎるからちょっとね、これからは昨日から教えて、ほんとどっか逆に連れて行ってくださいよ、本当。通いで大分で10年間やってたわ。まあまあそうですよね。なかなか正直ロケしたら帰るからね、やっぱ教えてもらって。でもこれからは大分県民、大分市民ですから、バンバン大分のいいとこ紹介していきますんで、皆さんよかったらお付き合いください。チャンネル登録よろしくお願いします。